格助詞の意味用法について勉強しましょう。格助詞が、私が、を、私を、に、新宿に、え、新宿へ、と、何があるかな？そのようにからよりまで、そこまで含めた格助詞ですけれども、どんな使い方があるのか、どんな語につくのか、どんな使い方があって、どんなふうに意味が違ってくるのか、その辺を勉強していきたいと思っています。なかなか難しいんですよ。それではパネルをご覧ください。まず主格主語のがです。これはまあ問題ないでしょうね。その次、対象と書きました。対象、対象のがどんなものがありますか？こういう場合、動詞を考えるといいんですね。がの後に続く動詞、例えばそうですね、素敵なバイオリンが欲しい、素敵なバイオリンが欲しい、欲しいの対象になるものはバイオリン、欲しいが欲しいですか？が欲しい。外国人に教えるときもですね、助詞だけ教えようとすると失敗してしまいます。必ず動詞と一緒に教えること。それから例えばが、何があるかな、が、例えばそうね、プリンスメロンが食べたい、がたい、これもががきますね。対象、対象語。あなたはスキーができますか、なんていう場合もがを使いますね。あなたはスキーができますか、そういうふうに言うでしょ。ができますか、ができますか。では次、対象、相手、その場合のが、これはないですね。がはね、対象、相手、をはどうですか。例えば夜もう夕食の後なんですね。お腹がいっぱいで買い物に行きたくない、でもどうしても欲しいものがあるから誰かにスーパーに行ってほしい。そうすると誰に行かせましょうか。弟を行かせるとか弟に行かせるっていうでしょ。そういう場合は対象とか対象相手になります。弟に行かせる、弟を行かせる、にとかを使うんですね。泣かすはどうですか。泣かす、あなた人を泣かしたことありますか。ないんですか。人を泣かすでしょ、彼女を泣かせるでしょ、彼を泣かせるでしょ。それから彼に泣かすとは言いませんよね。この場合は彼をですね。この辺も対象、対象相手。対象でも相手、共同者がいる場合は今までのがやおやにじゃなくてとになります。いいですか。共同者のいるものは何がありますか。結婚するですね。一人で結婚はできませんね。だから誰がいいかな、あの頭のいい彼と結婚するっていうでしょ。彼とですよね。まさか彼を結婚するとか彼に結婚するって言いませんよね。彼と結婚する、この辺が対象です。次は目的。例えばお湯を沸かす、お湯をですね、お湯を沸かす。この言葉はちょっとそれるかもしれませんけどね、お湯を沸かすってとってもおかしいんですって。どうしてかって、もうすでにお湯ですよね。お湯になってるものをどうして沸かすのか、日本語は実におかしい、よく言われるんですよ。水を沸かすならわかるのに、なぜお湯を沸かすんだって。同じようなこの目的でね、お米、待ってください、ご飯を炊く、言うでしょ、ご飯を炊く。本当はお米を炊いてご飯にするんですけどね、日本人はご飯を炊くって言うんですね。おかしいですね。ですから目的はを使う。その他ににも使われます。例えばそうですね、買い物に行くって言いますね。買い物に行く、買い物に行ったのよ、何を買いに行ったの、その辺ね、にですね。はい、4番目を見てください。場所と書いてありますね。場所でもいろいろです。例えば存在する場所の場合、これはモデル授業でご覧になっていただいたから覚えていらっしゃるかもしれません。銀行がありますと言いますね。どこに銀行がありますか。
公園の向こうです。どこにあるにあるですね。どこにある、新宿にありますにあるでしょ。それから同じ存在でもいるという場合もにを使いますよ。彼どこにいるの、うん、今フランスにいるの、そういうふうに言いますね。ある、いる、そういう場合は格助詞のにを使う。ところがそれが場所とか場面になると格助詞は何になるでしょう。例えばこうですよ。あなた今日夕食どこで食べましょうか。新宿でどう、おいしいレストラン見つけたんだ。そうなった場合でに変わりますね。いいですか。どこで食べましょうか、食べるの前にはでが来るんです。いいですか。行為すること、そういう場面が来るときにはでが来る。これは存在の場所とかそれから場面によってにとでの使い分けがされる例ですけれども、次には起点ということについて考えてみましょう。起点、例えばこの教室が起点だとしますね。そして皆さんは授業が終わると教室から出ますね。教室は場所です。教室から出る、この場合の格助詞はからになります。教室から出る、教室から出て皆さんはどこに着きますか。教室から出てしばらく歩きますか、電車に乗りますか。とにかく教室から出てしばらく歩いて駅に着きますね。多分駅に着く、この場合は帰着点に着く、格助詞は2です。いいですか。帰着点の場合の格助詞は2。でももう一つあるでしょうか、駅に着くの他に。まあこんなもんでしょうか。例えば帰着点でね、他の用法を考えた時、あなたは今日はどこまで行きますか。そうですねというまでね、どこまで、そのまで、前に場所が来た時もまでが来て、それからどこまでという使い方、これは帰着点ですね。ですから帰着点を整理するとにとえとまで、この3つが使われるようです。その次、経路です。駅からあなたの家に帰るのにどこを通っていきますか、を通るですね。どこを通る、そうですね、まず本屋さんの前を通って橋を渡って銀行の前を通ってを通ってですね。ですから経路の場合はを使います。なんか何でもないこと話してるみたいですけれども、外国人に教えるときはちゃんと一つずつ丁寧に、例えば経路の場合は経路で説明しないとダメなんですよ。こういう場合はそうですね、地図かなんか用意しておいて、駅からどこまで何々を通ってを教えないと、例えばに通ってとかで通ってなんていうのが出てきてしまうんですいいですか。ではその次、5番目の方向ですね。方向の場合はそんなにありません。にかえです。北北西に進路を取れ、昔そんな映画があったんです。北北西へ進路を取れじゃなかったんですね。でもまあ絵でもいいでしょう。北北西に進路を取れ、方向の場合は2ですね。北に向かって歩きなさいとかね。そうすると虹のふもとに黄金が埋まっていますなんて言ってね。2ですね。絵、どこへ行きますかの絵ですね。新宿へ行きます。絵、向かうとか進むという動詞を持ってくればもっとわかりやすいでしょう。方向の場合は2と絵です。次、6番ですね。時、時というのにはを、にから、よりまでがありますね。例えばそうですね、あなたは仕事を何時から何時までしますか。9時から5時まで。そうですか。日本人って本当はもっと働くんじゃありませんか。え、9時から11時まで。それじゃ働きすぎですよそういうふうにからまでを使いますね。それは時の期間でもありますね。それからさっき言ったをというのはどんな場合使うでしょうね。そうですね、私は夏休みをイギリスで過ごします。
なんていうと夏休みを、夏休みというのはやっぱり時ですね。夏休みをイギリスで過ごします。イギリスは日本よりずっと湿気が少なくて涼しいんですよ。あなたもいらっしゃいませんか。時、期間、を、に、から、より、までです。では次、7番、変化の結果。この場合はにとそれからとを使います。皆さん貯金をしてますか。少しずつですか。それでもいいんですよ。塵も積もれば山となるっていうでしょ。山となる、だから格助詞はとなんですよね。塵ってどのぐらいが塵なのかな。塵も積もれば山となる。それから2の場合ね、になるというのはよく使うでしょ。子供に大人になったら何になりたい、もちろん飛行機のパイロットになるなんて言うでしょ。になるです。変化の結果。8番です。出どころ、これはにそれからから、この辺ですね。出どころって一体何でしょうね。例えば皆さんが今日本語の先生になるために授業を受けていますね。何先生から教わりましたか。私の名前佐々木ですよ、忘れないでください。佐々木先生から教わりました。から教わる、教えてくれた人は佐々木先生ですから、出所は佐々木先生ですよ。佐々木先生から教わりました、そうなります。に、今の場合にと言ってもいいですね。佐々木先生に教わりました。次、9番に行きましょう。手段、方法です。これにはで、から、よりがありますね。手段と言ってもいろいろあるんです。例えばそうですね、旅行するとき皆さんは東京から九州に行くとしたら新幹線で行くのが好きですか、それとも飛行機で行くのが好きですか、それとも鈍行に乗って行くのが好きですか。でですね、新幹線で、飛行機で、こういう場合は手段、方法です。その他にこのでは原料や材料にも使います。この洋服はシルクでできています、そういうふうに使いますね。原料、材料、同じようにチーズはミルクでできています、そうですか。英語でやった時はなんかオブとかフロムとかややこしいことやりましたけど、日本語はでですね。このカゴは竹でできています。日本の家は昔は木と紙でできていました。今はほとんどコンクリートでできています。こんな風になりますね。からというのはどうでしょうか。から作られるということありますね。から作られる。次行きましょう。原因、理由です。これにはにそれからとでから、この辺がありますね。原因、理由。ねえあなた、どうしてそんな顔してるの。昨日彼が帰ってこなかったの。あまりの悲しさにそんな顔してるのね。あまりの悲しさに、この2ですよね。2っていうのは方向を表すなんて外国人に教えちゃダメですよ。日本人はこんな場合も使うんですね。あまりの嬉しさに、もちろん反対も考えた方がいいですね。あまりの嬉しさに思わず顔がほころんでしまいます。どんな時ですか。ボーナスをもらった時。あまりの嬉しさに、あまりの悲しさに、怒りのあまりに、なんていうのも言いますね。原因、理由の2。それからではどうですか。でどうしたんですか。バッグをなくしたんです。まあショックで心臓が止まりそうなんです、なんて言うでしょ。ショックで、でを使ってますね。原因、理由にはでも使う、いろんな使い方がありますね。では次、基準、比較。この場合にはにそれからとより、この辺を使いますね。基準、比較、例えばどんな時でしょうか。おじいさんが、昔だったら
わしが一番先に飯を食ったもんだ。昔と違ってこの頃は、なんていう昔とと言いますね。この辺のとにはどんな場合に使うでしょうね。右に同じなんて言いませんか。右に同じ、あるいは上に同じとかね。に、上に、これは比較の基準なんですよ。上に同じですから、にやとを使う。それでは次のところ、内容状態を見てください。お、に、それからと、で、この辺を使いますね。まずおはどんな時使うでしょうか。お、そうですね、誰かが日本に講演に来たとします。素晴らしい講演でした。みんなは拍手をしました。彼は拍手の中を退場しましたといった時はおですね。拍手の中を、その状況でしょ。拍手がこうなってる、こんなじゃ拍手にならない、もっと大きな音がバーッと聞こえるわけですね。拍手の中を退場した。それから2の場合は、これはたくさんあるんですね。例えば、はい、そこ一列に並びなさいなんて言うでしょ。一列に、いいですか。行われ方の状態ですね。それから2はまだありますね。例えば、その内容ね、状態成立の内容ということでね、彼女は才能に恵まれていたのに惜しくも若死にしましたなんていう時ね。才能になんて言うでしょ。才能に恵まれている、才能というのはその内容ですよね。才能に恵まれている。ではとはどんな時使うでしょうね。皆さんの教室には禁煙と書かれていますか。書かれていないんですか。じゃあ皆さんはタバコ吸ってもいいんですかっていう禁煙と、このとですね、これも状態成立の内容です。それから同じように内容でも引用内容はとを使いますね。嬉しい、鍵括弧と言ったとかね。あら、そんなの困るわ、鍵括弧と言った。引用内容はとですね。さあ、たくさんありますね。まだ説明してないもの、でがありますか。行われ方状態でで、皆さんは運転ができますか。そうですか。スピード違反で捕まったことありますか。そういう時の行われ方状態ね。スピード違反で、あ、そうですか、フルスピードで走っていたんですか。何キロですか。80キロで走ってたんですか。でも高速だったんですか。あ、違うんですか。え、30キロの道、それはフルスピードでと言っても出しすぎですねというね。全部それはでなんですよ。いろんなでを使いますね。では次に行きましょう。名目、資格というところ、例えばどうしようかな。私は日本の代表としてアメリカに行きましたなんていう時ね。代表として、あるいは留学生はその国の大使として日本に来ていますなんていう時のね、として、それは名目や資格ですね。もっと悪い例だってありますよ。例えば、そうですね、よく小学校や中学校でね、私は昔高校で教えたことあるんですけどね、罰として何をさせたと思います。バケツを両方に持たせた、そんなんじゃなくて、罰として職員室に正座させていました。遅刻しただけですよ、3分ぐらい。3分遅刻すると3時間正座するんです。すごい罰だったでしょ。罰として、この場合も名目資格に当たります。それでは次、限度範囲というところです。ここでは各助詞のでそれからからよりまで、この辺が限度範囲ですね。まず、そうですね、あなたは果物の中で何が一番好きですか。最近はいろんな果物が輸入されますね。パパイヤですか。あれ美味しいですね。
果物の中で、これは範囲でしょ、限界がありますね。果物という限界です。すいません、この原稿の締め切りいつですか。明日でっていう時もね、明日で、これも限界範囲です。あと程度の限界という時にはまで、すいません、お昼ご飯いくらぐらいのもの注文してもいいですか。え、1000円まで、じゃあそうですね、なんて言ってね、まで、程度の限界ですね。から極端な場合の事例というので、ブルータスよお前まで、なんて言うまでね、あなたにまでそんなこと言われるなんて心外です、なんていう時のまでですね、極端な場合の事例。それからある数量以上の場合は何を使うでしょう。からというのを使いませんか。彼女のコンサートに何人ぐらいの人が見えてました。300人からの人が来てたんですか、という時のから。それから限定ということでよりを使います。あなた結婚するんなら彼より他にいないわよ、っていう時のよりですね。彼より他にはいない、限定してるんです、彼という人を。組織団体、これはでを使うんです。どんなでがありますか。組合で、なんて言うでしょ、組合で。それとも野党で反対している、なんて言いますね。自民党で米の値段を、その後は言うのやめましょうこんな風に組織団体はでを使います。ずいぶんたくさんいろんなことを申し上げました。分かっていただけましたか。これは皆さんの方で一つ一つ文章に書いて整理していただきたいですね。品詞の性格や働きについて少し皆さんと一緒に練習問題をしてみましょう。まず1番、信号は今黄色い、黄色いのところアンダーラインですよ。それから信号は今黄色だ、黄色だのところはアンダーライン。さあ、黄色いと黄色だ、同じ品種ですか、それとも違いますか。同じ色なのに品種が違うなんて変です、なんていう声が聞こえてきそうですね。でもこれは違うんです。黄色いというのはモデル授業でも見ていただいたようにイアジェクティブ、いいですか。他にどんな色があるでしょうね。赤い、赤くない、黒い、黒くない、白い、白くない、全部くないで活用するもの、これはイ形容詞。これに対して黄色だというのは黄色ではないと活用しますね。あるいは黄色じゃない、そう活用するもの、他にどんな色がありますか。紫はどうですか。あなたの洋服は紫ではありません、紫ではない、紫くないって言いませんね、紫ではない他にどんな色、色思い出してください。茶色、そうです、茶色、茶色だ、茶色ではない。ここでわざわざ一番に色を出したのはそれなりの意味があるんです。外国人によく色を教えようと思うとき折り紙用意しますよね。で、いろんな色を一緒に教えてしまう。でも品種が違うんです。ですから一緒に教えない方がいい。そういう意味で日本語の教科書を振り返ってみると、白、赤、黒が一緒に出てくることはあっても、茶色とか紫とか緑が出てくることはありません。品種が違うので別の科に出てきます。この辺注意してくださいね。2番、彼女はいかにも女らしい、あれはどうも男らしいこの頃男性だか女性だかわからない人がいっぱいいますね。彼女はいかにも女らしい、らしいのところアンダーラインですよ。これは品詞は何でしょうか。男らしいのらしいは何でしょう。意味は明らかに違いますよね。彼女はいかにも女らしい。
あれはどうも男らしい。もしこの後ろの方の文章が彼はいかにも男らしいという文章だったら、同じ男らしいでも品詞は同じになるんですね。さあ、この女らしい、女らしいという形容詞なんですね。いいですか。女らしい、女らしくない、そんなことをするのはやめなさい。女らしくないわよ。あんまりこの言葉本当は好きじゃないんですね。男女差別だと思うんですけどねまあどちらにしても女らしい、いいですか、形容詞です。それに対してあれはどうも男らしいの、このらしいは助動詞です。それも推定の意味を含んだ助動詞です。いいですか。この辺の区別できるように他の例文も考えてみてください。3番、成績もよくハンサムで人間もできている。よく見ておきなさい。成績もよく、このよくがアンダーライン、それからハンサムで人間もできているはいいとして、次のよくです。よくアンダーライン、見ておきなさい。この成績もよくのよくと、よく見ておきなさいのよく、わかりますか。品詞、もうそろそろわかるんじゃありませんか。成績もよく、さっきちょっと接続のところで説明しませんでしたか。よく、形容詞の接続でよくという切り方がある、覚えてらっしゃいますか。そうですね、これ形容詞です。良いという形容詞ですね。いいですか。他に何かが続くとき、ハンサムで、あんまりハンサムじゃなくてもいいですけどね。一番大事なのは人間ができていることですよね。違いますか。まあいずれにしても成績もよく、このよくは形容詞、それから後ろのよくはどうですか。よく見ておきなさい、見るにかかりますね、副詞です。ですからよくという形が同じでも品詞は違いますね。4番の問題、まあ綺麗、この綺麗、あ痛い、この痛い、綺麗、これどうですか。いで終わるから形容詞なんてもう言いませんよね。いって何でしたっけ。本当は綺麗だという形だから形容動詞、あるいはなアジェクティブでしたね。これは形容動詞の語幹の部分です。あ綺麗、それに対してあ痛いはどうですか。区別の仕方覚えてますか。否定形を考える、痛いの場合は痛いですか、ちっとも痛くありません、痛くない、だから形容詞。さっきの綺麗の場合は綺麗ですか、いいえ綺麗くありませんって言いませんよね。綺麗ではありませんと言いますね。だから形容動詞でした。必ずその場合否定形を考えること、これが一つのポイントです。5番、父か母が来ます、今何時ですか。父か母、その場合のか、それと今何時ですかのか、両方とも助詞ですね。でももうちょっと細かく分けてみませんか。父か母、副助詞ですね。それに対して今何時ですかのかは終助詞です。6番、頑張ったが負けた、頑張ったが負けた、このが、それと頑張った丸が負けた、いいですか。後ろの方はセンテンスは2つです。前の方は1つのセンテンス、真ん中でがでつながっている。頑張ったが負けた、頑張ったが負けたさあ品詞はどう違いますか。1つのセンテンスの中にがが入っている時は接続助詞でしたね。覚えてらっしゃいますか。それに対して2つのセンテンスになると接続詞になります。次に行きましょう。7番、雪が降りそうですね、このそう、それから雪が降るそうですね、このそう。モデル授業もう一度思い出しましょうか。そうというの2つありましたね。
雪が降りそうですね。この層と雪が降るそうですねの層。前の層は陽体の層、後ろの層は伝聞の層。品種は何ですか？助動詞ですね。はい、では次。そう、そんなに綺麗ですかの層。それとそう降るわけではないでしょう、その層。そう、これ何ですか？そうっていうのね、いろんな言い方できますね。そう、そういずれにしても感動詞ですね。それからそう降るわけではないでしょう、そのそう。これは副詞です。降るにかかってますね。そう降るわけではないでしょう、副詞です。8番、公園で遊んでいた。このでと穏やかで気分がいいこので同じですか？もちろん違いますよね。遊んでいた、覚えてらっしゃいますか？テフォームというの、モデル授業で随分しましたね。遊んでいた、これは日本語ではテフォーム、国文法では接続助詞と言います。それに対して後ろの方は何ですか？穏やかで、穏やかで否定文作りましょうか。穏やかではない、もう分かりますね。形容動詞です。ですからこの場合は形容動詞の語尾になりますね。9番、水が流れる、橋が流される、それは食べられる。水が流れるのれる、橋が流されるのれる、それは食べられるのれる。流れるというのはそれ自身動詞ですね。流れる、流れない、流れます、流れる、流れるとき流れれば流れろでしょ。流れるですが、流されるについて考えるとこのれるは受け身ですよね。例えば橋が台風で水かさが増して流されるんですね。橋が流される、受け身の助動詞です。それは食べられる、何でしょうね、毒キノコでしょうかね。それは食べられる、これも助動詞、可能の助動詞ですね。10番、彼は背は高いがまだ中学生なのだ。このな、ネス湖は静かな湖で怪獣が出そうにもありません。静かな、このな、ですか？中学生なのだ、これは助動詞ですね。下の方はどうですか？静かな、静かな湖、そう形容動詞ですね。ネス湖って本当に静かなんですよ。私は怪獣が出るかと思ったんですけどね、波一つありませんでした。ですからこの例文を作ったんです。さあ練習問題はこの辺にいたしましょう。待遇表現ということでお話ししたいと思います。日本は敬語を使わないと生きていけない国なんて言われますね。敬語を知らない外国人がとっても日本人に嫌な顔をされたという話も聞いたことがあります。実際どんな時に日本人は敬語を使うんでしょうか。ちょっと考えてみましょう。パネルをご覧くださいね。まず上下関係と書きました。上下関係、例えばここに部長がいて、そして部下がいる。当然部下は部長に、あの部長、明日何時頃いらっしゃいますかと。部長、そうだな、9時頃来るよ。聞きますね。お前は何時頃来るんだ。あ、8時頃参ります。そう言いますね。上下関係、日本では縦社会と言われます。どこの場所にいても常に縦の関係がある。例えば私がですね、横浜国立大学に行った時、生徒がいて、私がいて、そして主任の教授がいる。縦社会ですね。もっとも学校の場合は教室は全て私のもの私の世界ですから、そんなに考えなくてもいいんですけれども、どこにいても縦社会。例えば嫁いだお嫁さん、
いいですか。ご主人のお家に遊びに行く、お父様がいてお母様がいる、お嫁さんがいる、そしてお嫁さんの妹さんが訪ねてきたとする。びっくりするんですね。まあお姉さんかわいそうに、あんなに縮こまって暮らしてるの。そうじゃないんですね。一応縦社会常に意識してる。でも上下関係だけじゃありませんね。 B 戦後関係と書きました。先後の関係、どんな場合が考えられますか。例えば古参兵なんていう言葉は聞いたことありますか。先に兵隊さんになった人はえばってるんですね。それに対して新兵はいじめられるんだそうです。これはちょっと運動部なんかにもこういう傾向残ってると思いませんか。先に入った人はおい俺の荷物持て、はいなんて言ってね。それでまたその人が3年生になるとおい俺の荷物持てなんてやるんじゃないですか。戦後関係、そして C は恩恵関係と書きました。どんな場合に恩恵関係があるでしょうか。例えば皆さんにはお子さんがいらっしゃいますか。例えばお子さんがいらっしゃるとして、そのお子さんの学校の PTA に行くとしますよね。そこの先生、先生とあなたの関係はどんな関係ですか。自分の子供に教えてくださってる先生、そういう時は恩恵関係と言います。ちょっと上下関係とは違うでしょ。子供の先生は上下関係ではないですよね。戦後関係でもない。もしかしたら先生の方があなたより若いかもしれませんね。でもやはり何か関係があるから先生には敬語を使えますよね。そういう場合は恩恵関係と考えていいと思います。それから親疎関係、今私が住んでるところは東京のあるマンションですけれども、あるうちとはとても親しいんです。ですからその奥さんと話すときは、ねえすいませんお瀬戸切れちゃったのあるかしらなんて言うんですね。そういう言葉を使います。でもあるうちとはまあ近いんですけれどあまり親しくない。まあすみません恐れ入りますがお砂糖あったら貸していただけないでしょうか。もっともこんな話聞きませんけどね。恥ずかしいですよね。本当のこと言うと私のマンションの前は大きな大きなデパートなので、まあお砂糖が切れても買いに行けば早いんですけどね。いずれにしても親疎関係、いいですか。親しい人と疎遠な人とは日本人は言葉の使い方が違う。親しい人には砕けた表現を使うけれども、ちょっと疎遠な人には丁寧な言葉を使いますね。ですから皆さんが丁寧な言葉使われてると思って喜んではいけない場面もある。案外その人は心の中にガチャリと鍵を下ろしてあなたを中に入れないのかもしれませんよ。次は内外関係、よく内外の関係って言いますでしょ。ある会社に電話しますよね。もしもし、木村部長さんいらっしゃいますか。そうすると秘書の女の子が出てきて、あ、木村ですか、恐れ入ります、今外出中です、そう言いますね。この場合は会社の中は内、それから外からかかってきた電話は外と考えるわけですね。今はこれは新入社員教育でやるそうです。というのはこの頃の若い人は電話のかけ方も知らないなんていうことだそうですけれどもね。内外の関係、最後は利害関係です。デパートの人はとても丁寧にお客様に応対しますね。私は大学時代デパートでアルバイトをしたことがあります。お客様にはとても親切に応対する女の子が休憩時間になるとあまりにもだったのでちょっとびっくりしたことがありますけれどもね。お客様はこちらから品物を買っていただく方だから丁寧な表現を使う、そういう利害関係で敬語を使ってるんですね。さあ私たちはどんな時に敬語を使うでしょうか。人間関係についての配慮を考えてみましたけれども、その他にも私たちはいろいろなことを配慮して話してますね。例えば表現される事柄についての配慮です。私はこうして皆さんにお話ししていますけれども、
一生懸命表現される事柄について配慮してるし、お聞きになってる皆さんにもなるべくいい言葉を使うように心がけてるの、分かっていただけますか？分かってくれますか？なんて言ってませんよね。分かっていただけますか？大変配慮してるんですよ。いつも皆さんは相手に対して配慮してらっしゃると思います。こんなこと話していいんでしょうか？特に日本人は気を使いますよね。例えばどこかの席で結婚式のスピーチで頼まれて表現される事柄、何をスピーチしようかしら、まず内容ですよね。こんなこと言っていいのかしら、本当は私あの人のああいう欠点してるんだけど、こんなこと言っていいかしら。皆さんスピーチなさったことありますか？一番気を使われるの何ですか？髪型？ファッション？そうじゃないと思います。きっと内容でしょ。話の内容、表現される事柄についての配慮ですね。それでは次、3番目、周囲の状況についての配慮。例えば皆さんの周囲にどんな方がいらっしゃいますか？今教室に座ってらっしゃいますか？隣には仲のいいお友達がいらっしゃいますか？それとも知らない紳士が座ってらっしゃいますか？いずれにしてもこうやってビデオで授業を受けてらしても周囲について配慮なさってるんじゃないですか？例えば学校に行くんだから、あるいは教室に行くんだから、まさかこんな格好ではいけないとか、服装にも気を使ってらっしゃるんじゃありませんか？日本人はいろんなことに気を使いながら生きています。これはちょっと西欧の人には理解できないところかもしれません。さあ、それでは言葉についてもう一度、尊敬語、謙譲語、美化語などについて考えてみたいと思います。パネルをご覧ください。タイ語表現、尊敬語、謙譲語、美化語、丁重語と、この4つに分けてみました。本によっては尊敬語と謙譲語だけ書いてあるものや、あるいは尊敬語、謙譲語、丁重語だけ書いてあるものなど、いろいろだと思います。まず尊敬語について考えてみましょう。尊敬語というのは、話題の人やその行為、所有の表現を通して話し手がその人への敬意的配慮を表す敬語。なんかちょっと分かりにくいかもしれませんが、いずれにしても話し手がその人への敬意的配慮を表す敬語ということですね。あの方どうなさってらっしゃいますか？あるいは、すいません、あの方どなたですか？どの方ですか？などという表現は名詞ですね。今度いついらっしゃいますか？動詞ですね。いらっしゃるに対して普通は何て言いますか？来るですね。今度いつ来ますか？それに対して今度いついらっしゃいますか？それからおっしゃる、先生がそうおっしゃったのよ、きっと正しいわ。普通の言葉に直すと、先生がそう言ったのよ、正しいわとなりますね。形式動詞を、うん、になるを、だらららになる。さあ考えてみましょう。どんなものがありますか？を、らららら、になる。例えば、おいでになる。いいですか？おいでになる。先生がおいでになりました。ずいぶん先生ばっかり出すようですけれども、やはり先生というのは出しやすいんですね。他にはどうですか？お月になる。なんていうのも言いますでしょ？お月になったようです。助動詞、れる、られる。この場合は尊敬のれる、られるですよ。可能や、それから受け身のれる、られるとは違いますよ。例えば、いつ日本に来られましたか？ここですね。この場合は、来られるで尊敬なんですね。いつ日本に来られましたか？いつ帰られますか？いつアメリカに帰られますか？いいですか？尊敬語。ですから尊敬語という場合は、常に相手が自分より上なわけですね。そしてその相手に対して敬意的配慮を表しているわけです。
では謙譲語、動詞は差し上げる。あ、これ差し上げるわなんて女性は言いますが、男性はどうですか？これ差し上げたいと思いますなんて手紙に書いたとき、相手はどなたでしょう？差し上げる、普通に言うとあげるですね。部下が部長に、部長、昨日申し上げたように今度の会議は1週間延期ですなんていう時の申し上げる、普通だったら何ですか？申し上げる、言うですね、昨日言ったようにですね。伺う、この伺うは元の形が2つあるんですよ。元の動詞考えてください。何と何ですか？お宅に昨日伺ったんですけれど、どなたもいらっしゃらなかったんです。それがまず一つ。もう一つは、そうですね、ご主人に伺っても奥さんの居所がわからないんですよ。その場合の伺う、わかりましたか？元の形、訪れると聞くですね。それでは今度はいただく、いただくには元の形が同じように2つあります。例えばそうですね、素晴らしいお中元をいただいたので、お母さんの方にも お裾分けしますわといういただく。もう一つは、昨日いただいたかぼちゃとっても甘かったわなんていう場合のいただく。どうですか？元の形分かりましたか？受けると食べるが両方いただくになるわけですね。では形式動詞を何々する。先生、駅までお送りしましょう。雨が降っていますから。お送りする、先生に対して自分が謙譲ですね、へりくだってるんですね。あ、私がお手伝いします。お手伝いする、それも自分がへりくだってるんですね。それから美加護、この名前聞いたことありますか？美加護、語を美しく化けさせるんですね名詞おしぼり、これもともとしぼりだったんですね。今はしぼりなんていう人いませんね。おしぼり、おやつ、もともとはやつ時に食べたからやつだったんですね。それにおをつけた。でも最近は美加護が氾濫してますよね。ちょっと美容院に行くと、おシャンプーしますか、おセットはどうですかなんて言われて、なんかゾッとしますね。初めておビールなんて聞いた時も嫌な気持ちがしたもんですけれども、女性は美加護を使う。それでも例えばおみおつけなんていうのはもう普通になっていますね。おみおつけにはいくつ美加護が入っていると思いますか？次、丁重語、名詞は接託、いいですか、接託、小生、勝者、東方、愚妻なんか昔はトンジなんていうのもありましたよね。豚の子と書いて丁重語です。丁重語は話題の物事の表現を通して、話し手が聞き手への敬意的配慮を表す語なんですね。形式動詞はを何々いたします。例えばお手伝いいたしますとか、お電話いたします、今度お尋ねいたします、そんな感じですね。はい、それでは美加護についてもうちょっと詳しく考えてみましょうか。美加護なんですけれども、美加護には大きく分けると語がつくものと尾がつくもの、2つに分けられると思います。語がつくものは例えばどんなものがあるでしょう。ご結婚おめでとうございます、ご挨拶にお伺いしましたなんていう、ご結婚とかご挨拶、語がつくもの。その後には漢語が多く使われます。漢語、いいですか、漢語。それに対しておの後には和語がよく使われます。私たちがよく言うのはお店とかお大根とかお砂糖とか、そういうものをつけますね、よく。もう一度ね、語がつくものは漢語の前、おがつくものは和語の前。
さっきちょっと言い忘れましたが、謙譲語というのは話題の会社と上位者の間の行為の表現を通して、話し手がその上位者への敬意的配慮を表す敬語なんですね。もう一度言いましょう。謙譲語は話題の会社、いいですか、下にいるもの、下の位のものと上位者、上の位のものとの間の行為の表現を通して、話し手がその上位者への敬意的配慮を表す敬語です。美化語は話題の物事の表現を通して、話し手が自分の言葉遣いの品位への配慮を表す敬語です。要するに美化語というのは自分を品よく見せたいために使ってるんですね。でも品よく見せようと思ってあまり親語をつけすぎるとかえって下品になりますね。気をつけてください。それでは日本語の教科書に出てくる敬語の練習問題を少し見てみましょう。日本語の基礎157ページにはこんな問題があります。いつ帰りますか？これを敬語に直すと、いつ帰られますか？助動詞を使ったんですね。1番、何を話しますか？さあどうしましょう。何を話しますか？2番、どこで降りますか？3番、どのくらい勉強しましたか？皆さんは日本人だからもちろん敬語に直せますよね。でも外国人はなかなか難しいんですよ。それではジャパニーズ・フォー・トゥデイの364ページから。これは質問がローマ字で書かれています。Replace the underlined parts with their honorific or humble forms。 この場合の honorific というのはいわゆる尊敬語、それから humble formsというのはこの場合謙譲語にあたります。この言葉も覚えておくと便利ですね。ですからこの問題はアンダーラインのところをそれぞれオノリフィック、尊敬語やハンブル、謙譲語に変えてみましょうという問題なんですね。ごめんください、私はブラウンと言います。この言います、どうですか？ごめんください、私はブラウンと、そうですね、申します。山田先生はいますか？この椅子にかけてください。誰か客ですか？こんな問題です。簡単でしたか？今回は日本語の文法について勉強いたしました。日本語の文法は大変奥行きの深いものがあります。もちろんこれだけではとても足りません。どうか皆さん忘れずに国文法の勉強もしておいてくださいね。ではこれで終わりにいたします。